しょ、お疲れ様です。トレーラーの車窓から、ドライバーの伊藤です。今日はトレーラーバッグを解説してやっていきたいと思います。基本的に、まあ、ベテランのドライバーさん、まあ、自分もベテランではないですけどね、実際に本当に実践でバックする場合は皆さんこういう形でもう頭折っちゃいます。簡単です。曲がりたい方向にハンドル切れば頭折れますから、そうすると、右バックの体勢作れるんですね。ミラーに映ってるかな、台車とヘッドが折れてる状態が分かると思います。微調整して半分ずつぐらいハンドルを切ると調整できますんで、少しこの状態で折って、ちょっと今折っちゃいましたけどね、こんな感じで我慢してずっと折り込んできます。ぐっと折り込んできます。よいしょ、よいしょ。で、ある程度折り込んだら、今度はこれは普通に戻せば大丈夫です。ハンドル今右に切ってますね。右に切って、そうするとだんだんトレーラー起きてきます。この時注意しなきゃいけないのが、後ろの台車の後輪ですね。後輪をよく軌道を見とかないと、今ね、乗車の角舐めていくように入ってきますけど、この軌道を見ていかないとダメです。あとはほぼまっすぐになったんで、ずっと下げてきます。気持ちちょっと前に直線バック解説しましたけど、あとは直線バックの要領ですね。はい、こんな感じですね。よいしょ。で、ちょっと寄りすぎなんで、直線バック利用して前に出て直線バックやり直しやってみます。よいしょ。直線バックは前回お話ししましたけど、お話しというか動画であげましたけど、狭いんだよな。よいしょ。ですね、基本今右にお尻が出てますよね。そうしたら右に切るとまっすぐになります。で、ジバーといくと、今度今ちょっとミラー映せないですけど、左側に出てきますんで、今度左へ切る。そうするとまっすぐ下がってきます。逆に左側に寄せたいときは、よいしょ、左側に寄せたいときはこういう感じで右に切ってますね。右に切っていくとお尻が出てきます。で、しばらく我慢して今度は左へハンドル戻していくと、よいしょ、こんな感じで起きてきますね。よいしょ。また微調整、後ろがギリギリなんでどうかなと。おっと、よし、よいしょ。ほら、恥ずかしい恥ずかしいですね。よいしょ。なんだ、あら、どうしたか、おかしくなっちゃったぞ。トラブルでしたねこれはね、坂道発進するときに、ブレーキ踏んでるとサイドブレーキを引かなくても後ろ下がらない飛行がついてますんで、はい、もうちょっと左へ寄せるんで右に切ります。そうするとお尻が左出てきます。ちょっとしばらく我慢で、左出てって少し走ってったら右へ戻してきます。左へ切ってきます。出っ張ってる方向へ戻すような感じですね。お尻が出てる方に曲げていくとこんな感じで入ってきます。これで寄ってったかな。今度は右のお尻が出てるから右、そうするとこんな感じでまっすぐなりますね。で、普通はまっすぐでいいんですけど、隣がまた長いの帰ってきちゃうとまずいんで、自分の場合はこうやって駐車するときに頭をちょっと折っといてあげるんですね。もう一回ちょっとやり直しますけど、よいしょ、こんな感じで、もう一回前へ出て、これはちょっとおまけですけどね、寄せて、よいしょ、よいしょ、これで左へぐーっと頭振ってって、少し頭振れた状態、それで、よいしょ、最後まで下げます。そうするとね、隣のトレーラーもし長いの帰ってきても、外出るとき、
頭ね引っ掛けないで出てくるので、こんな感じですね。でちなみに、よいしょ、ちなみにちょっと取って取れるかな、こんな感じでね、こんな感じのところに左側入れてるんですよ。ギリギリなんですねまあまあこんな感じで分かりましたかね。またこんな動画撮ってやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いしますね。ハンドルがまっすぐになってないな。はい、ご視聴ありがとうございました。質問とかあったらまた、概要欄の方、概要欄じゃねえな、どん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 寄せてください。そんなわけでトレーラーバックでした。右バックですね、右バックでした。